はい、ただいまダクソンは西興部の鹿牧場公園に来てみました。それで、こちらのね、建物の前に鹿の餌自動販売機ありましたんで、100円で購入してみました。ちょっと雨止んだんで傘置いてっかな。これをね、持ったらもう察して鹿が集まってきたんですよね。これちっちゃいの。来たね。あれ、これどっから餌を投入するんだ？あの筒っぽいな、多分な。ここがね、鹿牧場ですね。奥の方にたくさんいるんですけど、もう2頭ほど、眼前に近寄ってきました。あら、かわいいっしょ。よく見るんだけどね、鹿はね。あ、かわいいですね。あら、まつげ長。女の子かな？女の子ですか？違いますか？さて、あ、これだね。ここにね、餌をあげる装置があります。お、来た来た。これ角の生えてるのがオスかな、これ。これオスっぽいね。この生えてないのメスかな？じゃあちょっと入れてみよう。喧嘩をしないように。あ、食べた食べた。お、もうちょっと豪快に入れろやってかい？ほら、食べてごらん。喧嘩をしないようにね。命がけですね。みんな食べることには命がけなんですよ。人間もそうですよね。働かないと食べていけないし。だからって食うために働いてるかって言ったらそうでもないんだよね。わあ、この鹿、すげえ角かっちょええ。やっぱオスですかね、これ。あ、また来た。来た来た来た、これ来た。来た来た来た。この生えてない、あ、これでも生えそうだね。あ、こうやって、あ、喧嘩しない、しないしない。お、来た来た、これちっちゃいのも来たわ。おお、これでけえな、これトナカイに見えるね。鹿なんだ、これ。トナカイ牧場に行った時も、の角より、でかいわ。うわ、すごい唾液。すごいね。テンション高いんだよ、これ。こっちにも入れるよ。わわわ、すごい。うわ、でけえ。ちっちゃいの可愛いけどな、この模様可愛いね。斑点みたいなのついて。これ、バンビちゃんみたいだ。これ、角すげえ。これは痛いよね、当たったら。一回三国峠でですね、鹿2頭と車でぶつかったことあるんです？したっけね。フロントのね、バンパーが破壊されて、もうえらい目に遭いましたよ。で、鹿は無傷なんですよね。お？うわ、この角すげえな。お、鼻息もすごいね。あ、来た。遅れてきた人にはちょっとあげれないんだけど、また誰か来たらもらって。よいしょ。ほらほら。あとちょっとこっち入れて終わりにするか。なかなかね。よいしょ。ほらほらほら。ちょっとこう餌がなくなると、蜘蛛の子を散らしたようにいなくなるんで、この隙にですね、写真を撮りたいかなと思っております。もうないんだよね。ごめんね。めっちゃいるじゃん。よいしょ。この角取り手。あ、逃げてった。うわ。これ喧嘩するの？これでっけ。うわ、来た来た来た。おっす。うわお。ちんちゃいの可愛いな。これ。角のないの。お、泣いてる泣いてる。よし。はい、いかがだったでしょうか。40数歳ダークソンがですね、鹿と戯れる動画でした。はい、以上でした。